はい、どうもヒアレスです。どうもカイノスです。はい、今日なんですけども、例の、ヒアオブゴッドが、なんか新しいカラーが出るっていうのが発表されました、ね、まだ派手ないようでね。はい、はい、まあ今までね、あの日本だと、ブラックと、セイルです、ね、グレーですよね、色になったら、はい、で海外だと、オレンジと、ライムグリーンみたいな色、まあ、あのブラック、ブラックとホワイトとセイルっていうね、そうですね、3色みたいな感じだったんですけども、なんかイエローの方が今回出るみたいですね、はい、まあ国内で出るかどうか、出るのか海外オンリーなのかっていうのはまだ分かんないんですけども、はい、まあ、なかなかね、あのセンセーショナルな色というか、そうですね、派手でしたね。海外黄緑みたいなのが出てましたよね。あ、だからそのライムグリーンみたいな色とオレンジなんですけど、まあその系譜に近いカラーじゃないですかね。そうですね、はい、はい、で、なんか黄色で言うとあれですよね。そうなんですよ、あのジェリーロレンドのですね、うん、あのまあ、黄色のカラーにハマってるのかわかんないですけど、はい、シーンのエッセンジャーズのパーカーに、あのこの間発売されたあのカクタスプラントフリーマーケットと中心のコラボの、はい、まあ、正常のパンツ選んでたじゃないですか、はいはい、あれの派手な方の色を履いてました。あ、で、びっくりなのが足元がナイキとアンダーカバーのデイブレイクのまだ出てない黄色のカラー履いてました。ああ、そうなんですね。もらったんかなわかんないですけど、羨ましい。ちょっとそれがびっくりでしたね。なんか、はい、あの僕らがその動画で言い続けてるようなあのアイテムが割とね、そのアップグレード版みたいなのも彼がハモってるんで、ちょっとびっくりでしたね。まあ今回のこのあのヒアオブゴッドのあのコラボっていうのはすごいあの海外のセレブにもすごい人気で、そうですね、はい、NBA の選手だとあのレブロン・ジェームス履いてましたね。履いてます。レブロン・ジェームスはスニーカーいっぱい持ってますね、うん、はい、サガイとナイキの LD ワークも持ってたんで、しょっちゅうインスタに上げられてますもんね。そうですね、はい、なんかプレーよりそっちの方で人数が多いですね。あ、なんかね、あと NBA の選手も6人ぐらい他にもいましたね、はい、はい、いましたね。ちょっと名前わかんないんですけど、うん、有名な選手、有名な選手なんでしょう、ね、僕らあんまそこまで今の選手、はい、でやっぱね、あの NBA の選手だけはスタイルがいいんで、うん、まだ似合ってるんですよね、うん、すごいあれですね、絵になってましたね。まあ、やっぱり海外で言うと、あの他にあのジャスティン・ティンバーレイク、はい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 、かっこよかったですね。履いてましたね、はい、青のコートみたいなの、はい、あれはね、アクネスタジオスのコートですね。ああ、そうなんですね、うん、ちょっと一瞬境かなと思ったんですけど、あ、いや、ジャスティン・ティンバーレイクのあの格好に関してはちょっともうナンバーワンですね。かっこいいですね、かなりかっこいいですね、うん、まあ彼おしゃれなんでね、うん、はい、あとジャスティン、つながりでジャスティン・ビーバーも履いてます、まあ、ジャスティン・ビーバーはね、まあ、あのジェリー・ヒロレンドと、まあね、あの自身 の, あのコンサートのマーチャンダイズとはちょっと手掛けてもらったりしてるんで、はい、まあ、まあちょっと言えば、まあ、ズブズブの関係というか、うんうん、はい、ですもんね。あとミュージシャンで言うと、まあ、この間も紹介しましたけど、誰だ、名前出てくんない、ジョン・メイヤーだ。あ、ジョン・メイヤー、ジョン・メイヤーは、ジョン・メイヤーは前グリーンかな、紹介したんです。グリーン紹介したんですけど、なんかしましたよ、はい、他にね、2色ぐらい履いてる、あ、そう、別の色、別カラー履いてて、黒とかですか。そう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 、お写真出しますけど。ってことはジョン・メイヤーもほぼ3つぐらいコンプリートみたいな感じで買ってるんですよね。多分黄色の顔やもん、多分ね。で、他に アーティストで言うと、誰か言ったな、ジャスティン・ビーバーレイクは、ジャスティン・ビーバーレイクジャスティン・ビーバーとジャスティン・ビーバーレイク、あれみたいな感じなの、アポペみたいな感じ、アポペみたいな感じ、カラーカットせえへん、いや、使う、カットしてくださいよ、アポペやん、マジですか、ピコ太郎みたいな感じだろ、アポペやん、ジャスティン・ビーバー、ジャスティン・ビーバー、なんか、よう間違えるんですよ、言い間違えるんです、はいはいはい。まあ、二人ともミュージシャンですからね、一応。僕はまあ、ミュージシャンも入ってるかもしれないですね。あ、カニウエストもなんか買ったっていう話が聞いたの、写真がね、なかったんですよね。はい、あと、まあ、サッカー選手のネイマールも履いてるんで。ああ、そうですね、うん。はいはい。まあ、ネイマールおしゃれですからね。うん、はい、なんか、あれですね、派手なジャケットに合わせてましたね。はい、確かに。まあ、またこの、 あの黄色の方も新しい情報出てきたら、まあ、ここで紹介する。そうですね。まあ、はい、先行生なのか、発売されてなのか、まあ、セレブの方が入ってたら、この時期に出さないと秋冬っぽくはないなっていうカラーですよね。ああ、そうですね。黄色に関しては、うん、そうですね、はい、なんかカルフォルニア、なんか天気のいいカルフォルニアになんか合いそうな、ああ、明るいって感じですからね、うん、なんか、はい、はい、じゃあまあ今日はこんなところで、はい、こんな感じですね、はい、はい、まあ、また情報の方出てきたらここでお伝えていきますので、気になる方は、お気に入りの登録、あ、高評価、チャンネル登録ね、はい、で高評価もお願いします。チャンネル登録の方よろしくお願いします。ヒアレスでした。カイノレスでした。
I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.